阪神、最速70勝、貯金26、マジック18。阪神がヤクルトに4対2で勝利、連敗を3で止めた。70勝44敗4分けの貯金26とし、両リーグ最速で70勝に到達。優勝マジック18が再点灯した。先発村上が9勝目、森下がプロ初1試合2本塁打と活躍。勝ったで、ブラホー。よかった、もっと余裕で勝てると思ったのに。連敗脱出、もう今月から勝てば形はどうでもええねん。今日はいつもの岩崎だった。守護神復活、岩崎リベンジ成功。あと1球コールが優勝決まる瞬間並みの声量だったな。強打者森下最高や。森下の2本目めちゃくちゃできるわ。森下の2本塁打で勝ったようなもんや。森下くんありがとう。森下と村上2人に新人を当てたい。村上完璧で9勝目、最高の試合になった。村上の日は勝たんとな、ほんまえぐい防御率や。村上は調子良さそうなら引っ張ってもいい投手よな。来年は村上エースやね。勝ったけど反省する点もあるで、今日の試合。今更だけ反省頼むわ。とりあえず岩貞の起用法をちょっとは改めようぜ。岩貞怖すぎるわ。大山もいつも守備で助けてもらってるけど、今日はひどかったな。勝てたけど大山心配やな。大山は4点差あったんだし、握れなかったらファースト1つアウトでよかったんよな。ノイジーから流れが悪くなったけど、石井がよく頑張りました。今日はヒーロークラスの活躍やったな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。